はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。これは中西の器ですね。はい、ね、知人友人にね、こう動画を見てる知人友人に、中西さんち器がいいから中西の器っていうのをやってくださいって言われまして、まあやっておるわけです。はい、こう裏側はこういう感じでね。ね、今日はこの器にまたスパゲッティですが盛り付けたいと思います。柄をね、今うるさいですね。 湯を沸かしてるんでスパゲッティ茹でるための湯をね。これは何ですかね、この花は。花、なんか見たことあんな、なんか見たことあんな。ボタンではないか、なんだろう。盛り付けてまいります。ね、見た目は地味だな。唐辛子をあしらいまして、はい、これで完成です。ね、お寺の鐘の音がね、うるさくはありますか。はい、中西の器、今日の器はこれでした。まじゃまじゃじゃまじゃ、はい。